押されている？いや違う、あれは策だ。うん、やはり中央の陣は劣勢なのではない。誘い込んでいる。両翼を移してくれ。今肝心なのはそちらだ。おお、やはり両翼の激突はもう早々にケリがついている。この試合キュプロスの勝ちだな。何を驚いた顔をしている。先ほどからずっと背後で私を見ていただろう。すまないな、気配には気づいていたんだが、あの大型ビジョンにキュプロスの試合が流れていたもので勝敗が気になってしまって。ああ、もう勝負はついている。間もなく敵軍は完全にキュプロスに包囲されて身動きが取れなくなるだろう。そうなったらもう敵軍に巻き返しは不可能だ。一方的に殲滅されるしかない。はじめこそ敵軍の方が押していたように見えていたかもしれないが、あれこそがキュプロスの策だ。キュプロスは引いていると見せかけて陣の中央部だけを下がらせ、じりじりと自軍の懐に敵を誘い込んでいた。ほら見ろ、あっという間に囲まれた。キュプロスも勝負をかけてきてるから容赦ないな。これは一瞬、一瞬の巻き返しでした。試合終了。強いチームキュプロス、相変わらず強烈な強さを見せつけます。やはりキュプロスの指揮官は素晴らしいな。尊敬せざるを得ない。すごくはないな。あの場にいなければ所詮は外野のざれ事だろう。それにあの指揮官とはぜひ一度戦ってみたいのだよ。あの策には心当たりがあるのだ。むざむざ誘いに乗ることはないから、前線してみせる自信が。ま、今の私にはその術がないのだが。今も昔も戦というのは戦う前からままならぬものだ。凡戦だな。どちらも決め手に欠けるままズルズルと後半戦か。やはりキュプロスほど知略に富んだチームはなかなかいないようだ。そう思わぬか。毎回驚くのだな。さすがにそんな間近でじっと見つめられては後ろに目がついてなくとも気づくぞ。まあ今回はあの通り、流れていた試合が特に見どころもない凡戦だったからというのもあるがな。今日はキュプロスの試合はないようだ。他にも勝率のいいチームはいくつかあるが、やはり物足りんな。ここならキュプロスと互角に渡り合えるやもしれぬと思わせるようなチームは今のところ見当たらないようだ。それ以前の問題だ。出場のための戦力が全く揃っていない。いわば槍も鎧もない丸裸の丸腰だ。それで戦場へ出るわけにはいかないどころか、 e スポーツの場合そもそもたどり着けん。資金を貯めようとはしているのだがな、なかなか目標金額に到達しない。いやいや、何も公式ライセンスの高価な最新ツールを揃えようなどとは思っていないぞ。もっと気軽に始められる安価なセットもあるからな。ただ気になるゲームが出るとつい買ってしまってだな。待て、なんだその呆れた顔は。私とて新作と見れば何だろうと即買いしているわけではないぞ。来たるべき e スポーツ出場を見据え、腕を磨くため役に立ちそうな戦略的かつ実践的な作品を厳選し、なおかつ事前情報番組は必ずチェック。 PV だけでなく実機プレイ動画もきちんと見た上で買うものは決めている。しかしゲームというやつは先行予約特典だの限定版だの、ただでさえ金がかかるのに店舗によってついてくる特典が違うなどという奇策を打ってくるのだ。いや、もっともだ、もっともだが、しかし初回限定キャラは初回に入手しなければもう二度と手に入らないこともあってだな。
それにゲームをする暇はあるのだ。時間があるのにゲームをしないというのも腕が鈍るし。つまりゲームをする時間にゲームをせず金を稼げということか。とにかくまず金を貯めて先に戦力を整えれば腕が鈍らないよう違うゲームをする必要もなくなって、うん、その通りじゃないか。なんで気づかなかったんだ。私としたことが腕が鈍らないようにということばかりに気を取られていた。現代はいろんな情報が意図せず手に入るので利便性に溺れてつい情報に流されてしまっていたよ。情報過多ということは基本的な部分に目がいかなくなるという問題もあるということか。ありがとう。しばらくは新作情報を見ないようにして労働に勤しむことにしよう。またか。雑魚が多いな。しかしこのスキルでよし、一掃できたか。ではこのユニットを前進だ。うん、勝ち筋は見えたが、ここは後のことを考えてこちらのユニットを育てておきたい。経験値をうまく配分するためにも少し策を練るか。というわけで休戦だ。買ったのではないぞ。廃棄領域で拾ったものを譲ってもらったのだ。さすがに気づいていたことには驚かなくなったようだな。携帯型エミュレーターで再生するタイプのかなり古いレトロゲーの名作らしい。積みゲーの消化も考えたが、もらったからにはちゃんと遊んで感想を言わねばなるまい。それで気軽に始めてみたのだが、これがなかなか手強いゲームだったのだ。紹介ページを見てもクリアに時間がかかるという。おすすめの縛りプレイやいろいろ楽しみ方も紹介されていたので、当分はこれにかかりきりになりそうだよ。まあ今は仕事が忙しくてこれを進めるのもやっとなんだが、とそうそう、礼を言わねば。アドバイスのおかげでクレポが順調に溜まっているのだ。全く違う仕事を増やすよりはと思って今の職場でイベントやキャンペーンの提案をしてみたんだがな、いくつか採用されて目下準備中だ。そのうちの一つはチーフを任せてもらっている。今ようやく休憩時間をもらえたところだ。レトロゲームは面の途中でセーブができるものが多いのもいい。おっと、すまない、仕事先から連絡だ。私だ。どうした、今は休憩中。あ、スキピオさん、すみません、助けてください。ちょっとトラブルが。トラブル？なぜ私に言うんだ、本社に連絡は。それが本社は直接関わってない企画だから人手は回せない。現場だけで何とかしろって。どこのローマ軍だ。は？ああすまない、なんでもない。本国じゃない、本社の支援は望めないのか。頼ってばかりで申し訳ないですが、発案者だから事情も把握してるし、あなたが一番仕事早いんですよ。しょうがないな、これも言い出した者の責任か。わかった、すぐ行く。次の面のためにひいきのキャラ以外も休憩中に育成しておきたかったが、そのための時間がなくなったか。すまない、そういうわけだから私は借り出されてくるとしよう。まったくだ。目標金額はすぐに貯まりそうだというのに、積みゲーを消化するどころか一本クリアする暇もなくなってきた。なぜか高速で夢が遠ざかっていってる気がするぞ。ただまあ誰かに頼られるというのは悪い気分ではないからな。一人で黙々とゲームの腕だけ磨いているよりよほど性には合っている。感謝させてくれ。これは君の助言のおかげだ。それじゃあ私は行くよ。
私を待っている人がいるのでな。またな。